バルツの多彩な男、弦月桃次郎が登場。ウィーミュージックで大盛り上がりのはずが、番組始まって以来の超絶シュールな回に、私も始まりました。ゲームでゲームで、日本一今のとこね、日本一だ。ゲームでゲームで、そうだよ。今日あれ、お悩み相談の紙がないよ。あ、悩みがないライバーってこと。そんなのいいの。今日ね、ちょっとアラミヤからお悩み相談を急にゲストさんにちょっとしようか。なんでだよ、まずうちらに相談しろよ。でも思ってるの？誰には言えない。じゃあ呼ぶの？ゲストに聞いてもらおうか。ちょっと今日のゲストはこちら。イエーイ。テンション高く来い。テンション高く来い。疲れた。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。あれ、収録中だったんですか？あ、すいません。ここでゆっくり寝ようと思ってたのに。しっかりさっき打ち合わせしただろ。ちょっと打ち合わせとか言うのやめてよ。今日のゲストは弦月桃次郎くん。弦月じゃないよ。天宮くんのお悩みバッチリ解決してもらいましょう。うちの天宮がちょっと相談があるらしくて。相談があります。だから最近、エレキギターを始めたんですけども、はいはいはい、どうやったら上手くなりますか。ね、でも上手いから、ね、配信でめちゃめちゃ弾けてたから全然、ね、大丈夫じゃないですか。ちょ、解決か。解決か。なんだこれ。なんだよ、自慢だよ。おいおいおい、じゃあ公式番組だから自慢大会じゃないぞ。ギターできないんだけどっていう自慢。そんなことないよ、マチカ。ごめんね、ちょっとごめんね。この現場ってこんなにギクシャクするとこだったの。あれ、なんか今日楽しいよって言われてきたら急に喧嘩始まっちゃった。大丈夫かな。ちょっとゲストが怖がってるじゃない。ゲームの現場はいつも明るく和やかですよね。ほんとですよ、ほんと。今回のゲストを決めてもらおうか。ゲスト、うん。MC でみんなしっかりした大丈夫よ、みんな、みんな今日のね、MC を決めてもらいましょう。まあ、じゃあよるみさんでお願いします。お願いします。ゲストのよるみさんでお願いします。ゲストのよるみさんお願いします。寝てる、寝てないから私。ちゃんと収録しに来たから私。春の陽気でふわふわしてるんじゃないの。よるみくん、 MC はしっかりやってくださいよ。最初のコーナーはこちら、今日のログボー。今日のログボとはガチャを回してその日のおやつ、つまりログインボーナスを決めるコーナーです。じゃあね、ゲストのね、弦月くんにこのボタンを押してもらってもいいか。はい、聞いてないけどみたいな顔してる。まだ寝てる。寝てたかも。寝てたかも。今日寝に来たかもしれない。あの、銀月くんにこのボタンを押してもらうことによって、このログインのね、あのボーナスのね、ルーレット発するのでお願いしてもいいでしょうか。はい、了解しました。 OK です。ルルミ大変。やっぱりルルミ、ま、負けない。私負けないやつ。じゃあボタン押してね。ボタン押して。押せる、ゲズキ。押せますよ。上手に押せる。熱いと。いくよ。うん。せーの。えい。お、なんだ。素早い。来い来い来い。200点だぞ。申し振りじゃない？え？あー。え？かぶ変もなし。何もない。何もない。シンプルなノーマル。何もなしだ。じゃあ今日のおやつはこちら。メロンメニュー。マジで笛ラムネとか吹いてる場合じゃないわ。ほんま。
いや楽しみすぎじゃない？リズム奏ですぎじゃない？ちょっと、え、何この時間。じゃあこのまま次のコーナーに行きます。はい、ライバーマルヒファイル、ドン。ひなたのある？あ、こういうの。はい、はい、これだけは入れられたくない。一言。はい、褒められることだって。あ、そう。え、褒め、言われたく、言われたいってことの間違いじゃない？え、もう間違ってんじゃないの？いや、褒められるの結構苦手かもしれない。でも、え、何のために生きてるの？え、褒められることが全てなの？でも確かにそうかもしれない。確かにそうかもしれない。どっちなんだよ。そうだよ。ただ褒められるだけじゃなくて、なんかもうすごいすごいみたいになると、なんて反応していいか分かんなくなっちゃって。あ、なんか理由があって褒められるのはいいけどってこと。あ、そう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 。別になんか闇雲にやたらと褒められるのがちょっと苦手かも。理由がなくても褒められたいですよね。もう一生褒められたい。もう浴びせられたいもんね、褒めの言葉を。浴びるように、浴びるように褒められたい。ありがとうって。何もしてなくても褒められたいもん。生きてるだけで褒められたいだよね。偉い偉い言われたいのに、うちらは。え、偉いもダメ？え、偉いとかあんまりなんかね、何が偉いかなって疑問になっちゃうから。必要なんだね。かっこいいもダメ？かっこいいは嬉しい。全部嬉しいけどね、基本的に。あ、ここでなんと、はい、マルヒファイルには、あ、なんか今回違うっぽいぞ。趣向変えてきたな。え、マネージャーメモじゃなくてバルツからのライバーメモ。確かにマネージャーいいことしか言わないから。確かに。マジで暴露これ。バルツの2人から。マジですか？ちょっとやだ、怖いんだけど。なんだろうね。怖い怖い怖い。なに、え、なんだろう。カイダくんからは、FPS ゲームをするときに割と脳筋プレイをします。それが相手に刺さって、え、破滅させることがしばしばある。強い。そうだね。繊細でさ、こうなんか、わかるわかるわかる。そうそう。え、プレイなんだ。いや、でも考えてゲームしたことはもうないかもしれないですね。え、脳筋ってこと？逆に。でも確かに。あ、長尾さんからは、はいはい、スタバで最近流行りの、ゆずシトラスティのパッションなんだ。なんたら覚えてないじゃん。なんたらってないんだよ。なになに。え、これ全然流行りっていうか、あのゆずシトラスティのゆずのティーの部分をパッションティーに変更してもらって、シトラスを増量するってやつを最近教えたんですけど。カスタムしてるこれ。あ、長尾おじいちゃんだからそれ見て、こいつおしゃれなもの飲んでんね、それタレコンの子みたいな。でもこれ受け負ったやつっていうか、教えてもらったやつだから僕も。そうそうそう。でも美味しい。なんか長尾が恥ずかしいってこと？確かに、まあ、おしゃれなやつを頼んでたっていうタレコミだけど。おしゃれ脳筋？おしゃれ脳筋ってこと？なんだおしゃれ脳筋って。新しい造語。変な名前つけろ、おしゃれ脳筋。それではここからゲストの源月さんと一緒にゲームで遊んでいきたいと思います。今回みんなで遊ぶのは Wii Music。誰にでも音楽を奏でる感動というキャッチフレーズの通り、 Wii リモコンやヌンチャクを振ったりするだけで、さまざまな楽器を簡単に演奏できちゃいます。ピアノ、ギター、ドラムなどの定番からバグパイプやビブラフォンまで、楽器は60種類以上。自由に演奏を楽しみ、最高の音楽を奏でてくださいね。まあ、4人でバンド組むならっていう感じで妄想しながら。あ、妄想？妄想劇場？妄想がもしかしたら現実になるかもしれないからということでね、なりきって演奏してみたいと思うんですけど、楽器担当決めたいと思います。はい、何がいいかな。じゃあベースかな。待って、メロディーいない、やっぱこれかな。メロディーいないって。ジャンベってなんだろう。ジャンベはなんか太鼓みたいなやつかな。ないしょかな。リードの方がいいかな、どう思う？それはもうお任せよ。そうだよ。じゃあ大丈夫、楽器。はい、じゃあ、ヨルミはチア。はい、
まおちゃんはマラカス。みずきさんはエレキベースにしようかな。じゃあ、おいいね。あみやは猫ということで、私たち各自楽器が決まったということで、楽器が決まったら何をする？何をする？バンド。バンド。そう、私たち名前が必要だ。バンド名を決めよう。どうするかどうするか、一番大事だよ今後に。いや、持ってる人いないかな。いないかな。いい名前つけてくれる人いないかな。いないかな。いないかな。令和で令和。決まりました。私たちバンド名。いいの？いいんだね、それで本当にいいんだね。本当にいいんだな、お前ら。お前ら本当にいいんだよ。全然いいよ。もう全員もういいと思ってるんだよね。だって口に出したってことは。いや、もちろんそうだよね。うん。脳筋の源月くんらしいネーミングですね。令和で令和の初ライブ、これから皆さんをとってもシュールな世界へいざないますよ。今日は我々令和で令和の初ライブ来てくれてありがとうございます。私たち最初の曲聴いてください。キラキラ星。最後までこんな感じの超シュールな映像が続くらしいです。気を確かに楽しんでください。もうやれないよ私。え、急に？なんでそんな。私うまくできない。いやいやいや、十分やってたじゃん。なんでそんな急に。猫の才能はなかったかもしれない。あれ猫だったんじゃないんだ元。私うまい。え、私一番上手にできてた。え、もう下手下手下手。もう猫やめる。え、そんなこと言わないでよ。もうチアもやめる。チアはやめるなよ。猫やめる。僕はやるよ。でも別にやるよ。リーダー、もうちょっとリーダー、なになになんでそんな。ドラムならできます。あ、え、猫もできねえのにドラムなんてできるわけねえだろ。できるよ。できだ。ねえ、私は一体何に向いてるかな。ボーカルとかじゃない？ヨルミ歌って。やっぱりアイドルマジシャンだもんね私。そうだよ。そうだった、私のこと忘れてた。自分を失いかけてた。ありがとうリーダー。よかった。で、俺たちまだまだできるよ。そうだよ、できる、成長できる。じゃあこのまま次のライブに向けて頑張ろう。うん、頑張るリーダー。うん、僕らのライブは令和。ゲーム好きのゲーム好きによるゲーム好きのためのニュース番組、ニュースアミャのお時間でーす。この番組では最新ゲーム情報から二次三次ライバーのゲーム配信トピックまで幅広くお届けするニュース番組となっております。本日は、コメンテーターに大間広告で幹事を務める源月東次郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初のニュースです。明日4月13日に RPG 風ボードゲームドカポンキングダムコネクトが任天堂スイッチで発売されます。今作はドカポンキングダムのリメイクで、新たにオンライン機能を搭載しております。とにかくお金を稼いだ者が勝利のこのゲーム、数々の妨害集団が用意されており、友情破壊ゲームとしても有名ですが、源月さんは何をされると友情が破壊されますか？そうですね、やはりトイレを立ってされるとちょっ
友達としてどうかなってなってしまいますね。続いてはゲームと二次三次の懐かしい話題を振り返るプレイバック二次三次。3年前の4月、原付藤次郎さんがデビューを果たしました。原付さんが初めてゲーム配信に選んだタイトルはテトリス99。この配信にはテトリミの美味しいホルモンっぽくていい名前という非常にユーモアあふれるタイトルが付けられ、訪れたリスナーの笑いを誘いました。3年前のこちらの配信タイトル、振り返っていかがですか？カルビよりも最近はタンの方が好きです。以上、ニュースアミアでした。それでは皆さん、良い夜を。さあ、地獄に戻る時間です。続いては、よるみくんとげんずくんがツインボーカル、天宮くんがドラムに変更、松海くんは変わらずマラカスで行くようです。みんなのおかげでここまで来ることができました。ということで、メジャーデビューライブ楽しんでてください。いつの間にメジャーデビューしたの？1000万枚ありがとう。ありがとう。ありがとおかしいと思う人はいなかったんですか？これが集団催眠ってやつですか？で、また小芝居パートですって。すごかったよね、さっきのライブ。あ、めっちゃ手応え感じた。そうだよな、やっぱり一番僕がうまい。じゃんじゃんじゃん。一番どうだろうな。しかも1000万でも売れたんだよ。どうだよ。ちょっとみんな、お疲れ、お疲れ、よかったね、今日のライブも。え、リーダー？リーダー？何言わなきゃいけないことがあるんだ。何？悪いことといいこと2つあるんだけど、どっちから聞きたい？でも悪いことから。悪いことでしょ。悪いことからなんだ、うん、悪いことは次のライブが決まったんだけど、ラストライブです。え、なんで？売れてたじゃん、売れてたやん、うちら。それ全部僕が買ってた。自腹？自腹。全部自腹だったんだ。嘘でしょ。しかも今日来てるゲスト全員エニカラのスタッフなんだ。どうりで、なんか見たことある顔だと思った。ユーミの真似が。マイチの真似もいる。うちの真似もいる。いや、うちの真似もいます。うちの真似もいます。アリーナにいる。なんで真似がアリーナなんで、よりにもって。連打振ってる。いい話もあるよ。え、何？いや、それなんだよね。いい会場を抑えてきたよ、次のライブ。お、お、どこ？待って、またエニカラよ。客いねえのに。マチュピチュで。マチュピチュ。マチュピチュ、ワオ。マチュピチュでライブをしよう。ラストライブにふさわしいワールドラストライブをみんなでやるぞ。うわー、頑張ろう。客いねえの。
ラストライブだよ。ラストライブだよ。行くぞ。伝説のバンドもいよいよ最後のライブです。いや、名残惜しいな。みんな、解散ライブまでわざわざ来てくれてありがとう。ということで、最後の曲を余韻がすごい最後の1曲、最後の1曲やっていきたいと思います。それでは聴いてください。マチュピチュスタジオのみんな聴いてください。結婚行進曲最高だったよ。笑っちゃうくらいにね。笑っちゃうくらいにね。笑っちゃうくらいにね。笑うなよ。じゃあさ、私たちに素敵な称号をつけてくれる？みんなの称号は、令和のバンドマスター。イエーイ！今日はライブに来てくれて本当にありがとう！お疲れ様でした。あれ解散ってこと、解散っていうことでね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ドラム片付けていただいてお願いします。せーの、ゲームルじゃんけんじゃんけんぽん。勝った人は令和令和の解散ライブにご招待。さっきやってよ。もう終わりました。